よし、そうだそこで、ありがとうございます、所さん。一足どれか。俺この靴あった？ありましたよ。グッチなんかあった？あ、いいっすか。あんなとこにあったかな。そう、だからあーと思って。よく売ってんね、あんた。かわいい色っすね。かわいいね。それ所さん、あれ、これ、これあれ、あれですか、あのゴルフのシューズ。違う違う違う、普通の。はい、みなさんこんにちは。今回所さんの回です。あと YouTube ちょっとね休んでしまいました。電波つながらないこの山奥でちょっと修行してました。上半期頑張ったと。頑張ってないだろ。それであのね、下半期っていうのかな、どうにかね、あのちょっと願掛けをしようと思って滝に打たれたんですけど、今回所さんとゆうちゃんとのやりとりちょっとね結構面白いと思うんで、あのライブ感覚でお楽しみください。また撮影してますか。圧縮するんですか。ちょっと圧縮するんですけど。ああ、なるほど。夏休み圧縮です。夏休み圧縮企画ですね。ね。はい。やっぱあのクラブ活動もね、もうこの夏とか夏休みとか圧縮するからね、みんなね。それ合宿ですね。うん、あ、よくわかりました。はい、ねえ。よかった。よくわかった。よかった。はい、よかった。冷静に聞いて。圧縮ですよ。圧縮。それなんか番組で笑ってこられてみたいな。うん。あの今のダジャレですね、笑ってこられてでよくやってる。うるさいよ。うるさいよ。すみません。ね、あの笑ってこられてのダジャレもっと噛み応え悪いです。あ、悪いんですか。わざと噛み応え悪いのをやって何言ってんだってところが面白い。ああ、当たり前ですよ。当然ですよ。昨日なんか得意なものがダジャレですっていう女子が来てゲストに、そこのところでじゃあ、いや、ちょっとダジャレ言いなさいって言ったらなんか。戦国時代のダジャレ言い回すなんつって、うん、はっきり張り切ってんだよ。何言うのかなと思ったら、織田信長がね、そのお城建てる時にね、あれはね、オーダーメイドでね、織田信長ってそういうこと言ってんだよね。だからしょうがないから俺がね、じゃ あの雨がたくさん降った時はね、織田信長だなって俺の方が受けたんだけど。ちょっと受けた。ちょっとボスの勝ちでしたね、今。そうだろ。ちょっと今オーダーメイドもググってきちゃいましたけど、昨日今日の俺はタレントじゃないから、もう50年やってるから、オタゴムラゴンに行かなきゃ。そう、当たり前ですよ。違うんだよ。頭1個分勝ってます、ボスの。そうだろ、頭1個分かよ。そんな接戦だった今。いや、オーダーノブナガ、それも面白かったです。ちょっと面白かった。お城を、ね、来たなって。そう、お城を特別に作ったんで、オーダーノブナガ。そう、面白かったです。そっちのは合ってるよね。いや、なに、その取材に来たの。え、その取材プラス今大好評、あの中2回片付けパート3、これパート3でやっぱ終わらせないとまずいかなと思ってるんですよ。うん、でもね、ここを片付けたじゃん、ずっと。いや、ここもなんかすごいだろ。もうそこも全部雑巾かけたんだよ、棚も。うん、もう全部整理整頓してる。整理整頓したらあれなんだよ、 Bluetooth の電話用のスピーカーが見当たらなくなっちゃって、ああね、今しょうがないから買ったよ。しょうがないじゃん、見つからないんだから。ああ、よく持ってる、あの白いやつですか。そうそうそう。嘘、あんなどでかいのなくない。ないんだよ。それでもうどこ探してもないから買っちゃった。だからやっぱね、じゃあ片付けとは何かっていうのをちょっと言ってあげようか。いや、何も伝わってこない。言わせろよ。分かりました、ね。1から50までの本をまっすぐ並べる。これは片付け、確かに分かりやすい片付け。誰が見ても片付いてやるなって。誰が見ても1から50まで拾いやすいな。本当の片付けというのは読みっぱなしでも何でも構わない、ある場所が分かってるってことが本当の片付けなんだよ。納得してないね。納得してない。あれはあそこにある。
まあそれ大体ボス分かってますよね。これはもう頭の中で片付いてるってことだ。なるほどね。ね、人に見せるための片付けなんかどうでもいいんだよ。1から50まで。ただね、これだけ量が増えてくるとどこにあるのか分かる。分かりました。分かりましたじゃねえよ。ありがとうございます。発注もされてないのに歌も作ってんだ。これが1950年、60年ぐらいのちょっとなんか歌謡曲を作ってみたんだよ。青江美奈とか全盛期の頃だよ。 あなた知ってるとかね。でそれを作ったんだけど、慌てもんだからまだ歌いたい決まってないんだよ。その代わり歌はかっこいいよ、めっちゃかっこいいよ。聞いてけよ。少しそれ97チャンネルじゃなくて何や。これまたいいんですか、 U チャンネルで流して。あれ USB ですか。 USB 入れてなかったらかかんねえよ。あ、すげえ、鍵置き場ももう切る。これかっこいいよ、この曲。めっちゃかっこいい。映画ボスだからこうじゃないなと思ったんですよ今、ね、俺を撮れよ。じゃラジオ、モノクロのラジオとか、そうそう、スナックとか、ちょっとカールの女性、ね、かっこいいよね。かっこいい。この歌かっこいいよね。なんでこんなかっこいいんだ。これボス考えたんですか。何が。これ昨日作って、昨日沼沼が持ってって、今日の朝7時に俺のところにできましたって来て、あいつ夜中やったんじゃないので、そっちに来て、で OK 出して、俺2番書いて、また沼の上に送って、今日の夕方ぐらいには2番までが出来上がった。出来上がって、また声がこれいいんだよ、ね、いいんですね。いい。どの人が歌ってた。この人、これあの昨日作ったから。沼沼はあれだよ、確かに鍵盤で作ったんじゃない。これ沼沼、え、鍵盤、うん、沼沼が鍵盤の声なんですか、これ。これ全部鍵盤だよ、あのラッパから何かが今。声も？声も。AI みたいな。そう。でも AI がで作るよりも歌い手が歌っちゃった方が早いのよ。本当は。すごい面倒くさいの。意外と全部やできるようで、人間人が手加えないとそれできないんだよ。あ、そりゃそうか。意外となんか全部やってくれそうで、相当人がかかんないとこんな歌声になんないよ。なるほどね。うん。大した進化じゃない。歌っちゃった方が早いね。歌っちゃった方が早いよ。だからこういうリモ、こういう動作も機械でやるとなったらすごい大変なんだよ。大変、そこまで行くのに、うん、二足歩行だって大変だろ、うん、でも俺ら二足歩行やってんじゃん、うん、つまり人の方が全然優れてるって話なんだよ、うん、配線ネズミがかじっちゃうと何も動かないからね。ネズミの方が強いってことだよ。確かに。ただあれはでもその手間をかけて AI でやってるじゃないですか。どういうことですか。違う違う、歌い手はいないから。あ、いないから。沼沼んちで昨日沼沼ひげ生えたまま作ってたから、そこへ歌い手さんを朝の4時に呼ぶってわけにいかないでしょ。そりゃそうだ。そういう時には便利なんだ。なるほどね。その急ぎの時には便利、うん、まあ沼沼は大変な思いして、だから山へペットボトルを持っていくっていう、そういう時にはペットボトル便利。なるほど。そういうこと、急ぎの時には便利なものっていう。確かに。薬だよ。それ沼沼さんがそれを作ったらもうイメージ湧きますもんね、より一層。俺沼沼って呼んでるけど、はい、本当の名字知らないんだよ。すごいだろ、ずっと沼沼って呼んでるけど。僕も沼沼って言ってますけど、多分すごい方でしょうね。すごいね、きっと。あ、すごい。バンドのマスターやってるね、いろんなバンドやってて。だからみんなもう60ぐらいじゃないの。だからいっぱいプロの手下がいるっていう。
ヤブギスタジオってみんないい年だからみんな手下がいいんだよ、たくさん頂点なわけですね。それはみんなプロだから、うんうん、だからこんなの早くできる。頂点だ、ヤブギスタジオは。なんつかだかだかどんちゃんちゃん、それは焦点だからね。そう思いましたけど、これ今日これどう、まあその流しっぱなしでしょうね、もう、うん、こうなったら。じゃあ焦点の情報言ってみようか。いやもう大丈夫です、もう言うじゃん。だん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 ってあれはあの、はい、落語の学校を作ろうっていうことで番組が始まったわけ、うん、だからまあ作曲家の方がじゃあメダカの学校から作ろうってんで、そーっと覗いて見てごらんっていうメダカの学校ね、ダンツカタ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 ッタって弾ませてあの曲になるっていう。タッタカタカタカズッタッタドッタカズカタカドイパッパと。ほんとだ、そうだよ、あれメダカの学校だから。タンタンタンタタンタタタン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 タタンタンタタタカタカタタンタンタ。それを弾ませたんですか。そうそうそう、弾ませると、そうだ、弾ませてちょっと変えるとパーみたいな、あんな感じになるんだね。ありがとうございます。もういろんな情報を出すでしょ。い、はい、もう長いこと生きてるから、はい、参考になりました。なりました、ありがとうございます。ちょ、ここら辺でもう一回切ります。なんで。いや、僕が編集するかわかりました。あ、そう。うんちばりばり、うんちばりばり、うんちばりばり、おい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 。はい、あーちゃん、うんこバリバリソングありがとうございます。心に染みました。ですね、告知が3つあります。まず9月1日日曜日、宮ヶ瀬から山中湖ツーリング、あのね、宮ヶ瀬のインスタグラムに DM ください。人数調整してますんでよろしくお願いいたします。大変お待たせしました。あのネイビージャケット新しく作り直しました。こちらね、前回買った方連絡いきますんでお待ちください。それと、T シャツはアキルノのティオンさんで、販売してますんで、通販やってませんのでぜひ店舗に行ってみてください。ラストまでお付き合いありがとうございました。次回も所さんとのやりとりお楽しみに。